ことばかり強いからって調子に乗んなよ。おいおい、構えるな。その前髪が気に入らねえんだ。前髪が参ったな。僕のことを覚えていないみたいだ。コーヒー味のチューインガム。ほら、お前の大好物だ。こいつで落ち着くんだ。お前本当にフランス人かよ。てめえ本当にぶっかけるぞ。お前の髪の毛に知りながら絵をこいてやるぜ。このドキクショー懲らしめてやる。踊りや。無理やりこんなところに連れ出しやがって。お前どうなるか分かってんのか。おいおい、何をさっき立っておるんじゃ。このトリコ来るな。来い、ぶっ殺してやる。ここで初めてこのペットショップはイギーが自分と同じスタンド使いであることに気がついたようである。やれやれ、犬好きの子供は見殺しにはできねえぜ。来るなら来い、ぶちのめしてやる。この畜生の存在でイオ様に歯向かうと。お前がそもそもの元凶なんだってな、ディオ。この犬もスタンド使いならば捨てておくわけにはいかんな。あっち行けよ、このバカ犬。頭悪そうなやつが来たな。やる気かい。待て、イギ、俺だ。ジョータロウのやつ帽子を変えたのか。ヒヒ、またガムをくっつけてやるぜ。それはスタンド、犬のスタンド使いがいるっていうのかい。あっち行けよ、散歩の邪魔するなら怪我するぜ。